どうもお疲れ様です。今日は10月9日16時過ぎにこの動画撮ってるんですけども、この動画をご覧になって参考になるというのは10月10日ですね。10月10日スポーツの日の朝になると思います。オリガルヒの皆様にはもうこの時間から公開しますので、対策を立てて、いろいろと作戦を練っていただきたいのと、あと、速稼塾の限定動画をご覧の皆様はね、10日の朝にこれリリースしますので、1週間の目算を立てていただければなと思っております。では、よろしくお願いします。まずね、週が変わりましたんで、週足から見させてもらいますけども、どうですかね、一方的な右肩上がりが相変わらず続いていて、2箇所、陰線が出てるところありますけども、これはもう何回もご説明申し上げた単なる押し目ですから、これもだから上昇の伏線ですんで、右肩上がりのこのね、トレンドってのは全く変わってないかなってところですね。多少上髭でブレーキがかかったようなところありましたけども、材料だったわけですよね。どちらにしてもずっと3場ガラス、4場ガラス、5場ガラス、6場ガラスということで、逆ですね。3ペ、4ペ、5ペ、6ペですね。ですので赤しか出てないんで、もう迷わずに倍の方でよろしいかと思います。そういう風な感覚をこのチャートを見て身につけておいていただければと思いますね。じゃあデイリーの方に変わります。はい、デイリーに変わりますと、右肩上がりは変わらないんですけども、お話したようにレンジがこういう風にありましたね。その中でも後半は上に偏ってレンジになって、ついにここを飛び出したということでございます。後ほどね、4時間を見せていただくんですけども、4時間の方でダブルトップはありますけども、それを意に介さないぐらいの、上向きの勢いですんで、通常はダブルトップで下落が始まると考えても、全然いいわけなんですけども、レジサポ転換でさらに N 字を書いて上っていうのをね、先週私の方で解説させていただいて、それが実現したっていうのを記憶に新しいことだと思います。次ですね、4時間を見てみましょう。はい、4時間。こちらですね。ダブルトップ。転じてってやつですね。やっぱりね、なんと言いますかね、喜びと言いますか、こちらとこちらが2点天井になっていたのを、ここから下落が始まるんだけども、やっぱりこう反転して N 字を書いて上昇っていうのはね、ここのことでございます。これによって、もうレジサポを抜けましたんで、145の159を。しばらく上昇が続くのかなと思います。どこまで続くかっていうと、ここですよね。髭を出して急速に下落に向かった強い力がありますけども、ここら辺までは、ね、146円までとはいきませんけども、145円の870あたりまでは上昇の勢いが続くんではなかろうかというふうに思います。これがだから、10日から14日の展望ですよね。146円に行くかどうかわからないけども、145円の中盤から、後半に向かってはですね、145円の終盤に推移するって感じです。つまり週の前半では145円の30、40、50あたりなんですけども、週の後半ね、13日とか14日になっていくと、145円の70、80ぐらいに行くんではなかろうかということで、146円まで行くかどうかわかりませんけども、緩やかに上昇しながら、上の方にじりじりとにじり寄っていくところがちょっと目に浮かびます。で、最後に1時間を見ますね。1時間だとダブルトップっていうのがはっきり見えますね。ここと、ここでダブルトップを描いて、逆三尊みたいなですよ、あくまでも。みたいな形をここに残しながらね。高値圏の逆三尊なんで、本当に関係ないんですけども、ただここで N を書いて、ここにちょっとね、材料のヒゲが出てますけども、上に抜けていったってことですね、結果ね。ここが、だから、レジサポ転換をしている2本の線ですね。はい、というところでね、現在地が145円の358で、先週は終わったわけなんですけども、今週のスタートはだから145円の3040あたりでしょ。だからこれが徐々に上がっていって、146円には達しないまでも、145円の後半、7080あたりまで行くんではなかろうかっていうのを全体で見てるわけなんですよ。はい、じゃあ月曜日にどうすればいいかってことですが、145円の358、いくつかはね、反発があって下に下がるような気はしますけども、それがなければもう倍で入っていいのかなと思います。もしくは月曜日のうちにもうね、倍を考えてエントリーするってことですよね。デモトレードで全然構いませんので、この考え方をね、今回身につけていただきたいと思います。いろいろと気づく点があったと思いますけども、週足から説明すると、なんで、こういう風な1時間軸の解説になるかって分かりやすいでしょ。で145円の465を抜けたあたりから本格的に146円を目指す145円の後半の値動きへと推移していくんだなかろうかと思います。ということで、10日から14日までの週ってのはこのあたりが勝負のポイントになりますね。エリアに勝負エリアですか、この辺。前回はねここだったりとかしたんですけどね、その前はあれでしょ、この辺でしょって感じで、徐々に、受け持ちのエリアをこう変えてきて緩やかに右肩上がりになっているっていうところでございます。一時期みたいにねぐんぐんと右肩上がりにはなってませんけども、それでも介入がない限りはこの145円6円7円っていう動きは変わらないんじゃないかなっていうのが大筋の見方です。それでは月曜日から10日から始まる週ですけども頑張っていってください。また、折り返しの皆様、10日のそうですね、午後あたりから徐々に追加すると思います。お楽しみに。